は、エリカンです。私は今、広島県に来ています。イエーイ。私が一人旅に慣れた理由をね、今から話そうと思います。保育園とか小中高時代からやはり人と相性が合うことがぶっちゃけあんまりなくて、自分こだわり、性格のこだわりが激しくて、相性合う合わないの差がすごい激しくて、自分が合わせられないんですよね、人に通しても。空気読めないっていうのもあるのかな。学生時代から一人でいることが多かったので、ぼっちだったし、ほぼぼっちで過ごしてきました。友達いたっちゃいたけど、深く依存し合うことはそんなになかったかな。うん。で、昔から一人でいることが、まあ、当たり前だったので、例えば、あ、じゃあチームラボ行きたいってなるじゃないですか。ただ、あ、行く、一緒に行く人いなかったってなっちゃうんだよね。あ、じゃあ一人で行くかとか、例えば、あ、じゃあユニバ行きたい、あ、でも一緒に行く人がいない、一人で行こうとか、もうそんな感じ。行きたいっていう気持ちあるから、だったら一人で行こうと思って、無理やり誰かを誘わなくてもいいかみたいな。なので、いつか誰かといつかお出かけしてみたいなっていう夢があって、なので、たまになんかフォロワーさんとか知り合いのお友達とね、ちょっとお出かけした時はすっごいなんか暖かくなりますね。なので、本当周りの人にすごい感謝しています。 ADHD っていいとこもあって、私の場合は好奇心旺盛、飽きやすいんですよ。なので、いろんなとこ行って視野を開きたいっていうのもあるし、自分の目でこの綺麗な世界をどうしても見てみたいっていうのもあって、だから行くんですよね。一人旅をね、する理由でございました。皆さん聞いてくれてありがとうございました。みんなは一人旅行ける派ですか、行けないよっていう感じですか。よかったらコメントで教えてください。はい、ということで、皆さん、この動画を見てくださってありがとうございました。この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。みんなのコメント楽しみにしています。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。